95点、全長 16.1m、 両気圧毎平方センチ 12.7kg、 600トンの列車です。両輪直径が 1m25 と小さいため、最高速度は時速 65km。 川崎造船所のほか、支社会社国鉄小倉工場、日立製作所で総数784両が作られたが、太平洋戦争では250両が特別改造という車輪間隔を広げ、標準規格4フィート8インチ汎用に改造されて中国大陸に渡っていった。機関車の出征であるが、しかし戦いが終わってもついに彼らは帰らなかった。